で、まあ、こういう氷河生態系の研究、まあ、3つの視点でやってます。まあ、1つは、まあ、氷河生態系という新しい生態系の研究、それからそこのに生きている生き物の生態を理解したい。でもう一つは、先ほどあの気候、小気候の話がありますが、あのアイスコア解析で、アイスコア解析でいろんな小気候だとか、あの湖環境を復元されてるんですが、今までは氷河には生き物いないと言われてたんで、生物学的な観点からの分析って一切なかったんです。でそれを、まあ、あの物理科学解析ではできない解析を、ができるようになった。でもう一つは、氷河の色は実はあの生物が変えてるんだということが分かりました。まあ、その氷河の色、まあ、特に氷河の色が変わると溶け方が変わりますから、あの非常に大きな影響があります。で、まあ、そういう、研究をしてます。まあ、一つはアイスコア解析ですが、まあ、氷河の氷は掘れば掘るほど深いところにの氷ほど、昔降った雪と、それからそこに含まれている空気の大気中の成分も含まれて、まあ降水の大気と降水の化石みたいなものです。でこれの中に含まれている生き物を使って過去環境を見よう。例えばこういうアイスコアにこれ黒いものが見えますが、これはあの氷河の虫が食べてたあの黒い粒です。で例えばこれで何ができるようになったかっていうと、酸素の同位体とか、まあ、これロシアで 4.5 メーター掘ったものなんですが、左の、これ酸素の同位体はですね、大体夏は重たい水が降って、冬は軽いのが降ってくるんですが、その周期でこれは1900何年の、層だっていうようなことがされてました。ところが結構暖かい夏に溶けるような氷河では、表面の水と、あの夏の雪と、冬の雪の水が混ざってしまって、平均化されて全くサイクルが検出できなくなります。でところが、右側はあの藻類の、氷河で、増えている藻類の量です。で藻類が増殖する春から夏にかけてはたくさん入っている、ところが冬にはほとんど入ってない、まあ、このサイクルがずっとあの、検出できるわけですから、氷河の、まあ、これアイスコアの年代決定に、利用できる。特に今まで分析できなかった暖かい地方の、実は世界のほとんどの氷河は夏はいっぱい溶けるんです。ですから今まではあの非常にあの限られた氷河でしかあの湖環境復元できなかったんですが、まあ、これによってですね、世界中ほとんどの氷河で、湖環境復元ができるようになったわけです。でそれから藻類の量と気温の関係、それからまあ、例えば暖かい年にはたくさんいろんな生き物が生える、だからそのバイオマスは気温と相関しているとかですね。あともう一つは、あの種類も変わります。これは氷河の下流から上流に向かって、どういう藻類が優先しているか、でそれは非常に高度によってきれいに変わっていきます。で普段はこれアイスコアを取るのは一番上流ですから、この種類しか出てこないんですが、非常に暖かい年にはもっと下流の生き物がいっぱい入っている。まあ、そういう意味で、まあ、あの種類、生物の種類からも昔の環境が分かる、まあ、特に大きな変動はこれで検出できるということ で、まあ、あの実例としてパタゴニアっていう、まあ、世界で3番目に大きいあの雪と氷の塊ですが、ここで行ったあの研究を紹介します。ここはですね、あの北半球で行くとカラフトぐらい あの緯度なんですね。だからそんなに高緯度じゃない、でもものすごい大きなあの氷河があるわけです。ということは溶けるにも増してたくさん降るわけです。でところが先ほど言いましたように、アイスコアで、これが何年の層ってわからないんで、年間にそこでどのぐらい降水があったかって分かんなかったんです。でそれを、まあ
生き物を使ってやったところですね、まあ、これは60メーターぐらい、掘って、まあ、水に直したら30数メーターなんですけども、これが 1.5 年分だっていうことで、まあ、藻類が生えていたところ1年間 の幅からするとですね、12.9 メーターだから13メーターぐらいの降水量だから、普通降水量って例えば日本だったら4000ミリぐらいが一番多いですね。4000ミリって4メーターだから、その3倍以上の降水がある、世界最大級の降水があるということが初めて分かりました。でもう一つは、氷河の微生物が氷河の色を変えてるんだ。でパタゴニアみたいに非常にきれいな白い氷河もあれば、アラスカみたいにピンクの氷河もある。でそれからヒマラヤの氷河は真っ黒な。でこれは今までただそのどっかから飛んできた砂だとか泥だとか思われたんですけども、実はこれは生物が変えてる。特にヒマラヤのようにこんな真っ黒になると、反射率でいうと、新雪、降ったばっかりの雪は、入射光の 97% ぐらいを反射してしまいます。ところがこの生物の虫の餌になってた、ストロマトライトの黒い物質、あれがあるとですね、 5% ぐらいの反射率だから 95% が吸収されるわけです。でそれによって、表面の融解が3倍以上加速されているということが分かりました。で今やってるのはグリーンランドなんですが、グリーンランドは世界で2番目に大きな雪、氷河氷床です。で南極の方はこれから温暖化があってもそう大それとは溶けないんですけども、グリーンランドは緯度が比較的低いので、またこの地域はいろんな気候モデルによると大きな気温上昇が見込まれています。だからこの氷床がどのぐらい溶けるかっていうのは将来の海面上昇であるとか気候変動に大きな影響があります。でところがこの表面の状態を人工衛星から見ると北と南の方で色が違うんです。でまあこれ実際飛行機から見たところですけども、南の方は結構白い、ところが北の方は黒っぽくなってる。でこの黒いものなんだ、調べたらやっぱりヒマラヤと同じストロマトライト構造を持った黒いものなんです。ですからグリーンランドでも微生物活動が氷河融解を加速している。でこの黒い部分が広がっていくんだろうか、それとも縮小していくんだろうかによって溶け方が大きく違います。だけどそういう過程はまだ氷河の融解モデルに組み込まれてません。でただ最近ヨーロッパアメリカの連中がガーッと入ってきて、この生物的なエフェクトをかなり定量的につい最近出しました、というような雪と氷の世界の研究、まあ、今でも実は続けてるんですけども